第一章。親分、変なことがあるんだが。ガラッパチの八五郎が鼻をひくひくさせながら来たのは、後の月が過ぎて江戸も冬支度に忙しいある朝のことでした。手紙が来たんだろう。恐ろしい金釘流で、両国の蟹沢の銀が死んだのはただごとじゃねえ。弔いのすまぬうち検死を頼むと、こう書いてあるはずだ。銭形の平次は粉タバコをせせりながら、少し節をつけて言うのでした。親分はどうしてそれを。ガラッパチは目を丸くしながら内懐を探っております。千里眼だよ。八五郎の懐中などはことごとく見通しさ。その手紙の入っている第一番の野暮な紙入れの中に七札が二枚と、おとつい両国の桃んじ屋でかっぱらった爪楊枝が五六本、それから寛永通報が五六枚入ってるはずだ。大胆不敵だね。それで江戸の町を押し回すんだから。どうしてそんなことが起こるんですよ、親分。ガラッパチの目の色が少し変わります。八五郎さん、騙されちゃいけませんよ。ここへもそんな手紙が来たんですよ。おしずはたまりかねて怒ってから助け舟を出しました。なんだつまらねえ。それならするとほのっころ嫌いのに。種を明かしちゃどんな手品だってつまらなくなるよ。ところで蟹沢一座のお銀というのをおめえは知ってるのか。銭形平次はようやく真面目な話に帰りました。江戸中で知らねえのは銭形の親分ばっかりだ。宝国一番の人気者で、いや、その綺麗なことと言ったら。バカだな、よだれを吹きなよ。両国の軽業小屋の女太夫に夢中になって、立派な御用聞きが毎日帰っちゃみっともねえぜ。毎日は帰りませんよ。せいぜい三日に二度。呆れた野郎だ。それほど終身なら飛んでいくがいい。おめえが顔を見せなきゃお銀も浮かばれめえ。だったら親分も言ってくださいよ。両国は石原のりすけ親分の縄張りだが、りすけ親分は相変わらず床についたっきりで、かえそうにおしなさんが一人で気をもんでいる。おしなさんのせいにして俺をおびき出す気だろう。まあいいや、行ってみよう。あれなんて。ガラッパチはいそいそと先に立って案内するのでした。蟹沢一座というのは、その頃軒を並べた両国広小路の見せ物小屋の一つで、残主の百太夫というのは大した芸ではありませんが、お銀お玉の二人の娘太夫が評判で、その上品な美しさが評判になっておりました。姉のお銀は19か20歳、歌が巧みで踊りの地もあり、身軽な芸は増えてですが、水芸や小手先の手品、そういったもので客を呼び、妹のお玉は16、17、これは軽少な身体が心象で、綱渡りから竹乗り、種目飛び、人のハラハラするような危ない芸当が得意でした。お銀の優しく愛くるしいのに比べて、お玉は色の浅黒い品のいい顔立ちで、姉妹という触れ込みですが、どこかひどく違ったところがあります。残死の百太夫は大げさな同桁調子で死闘を表せますが、大した芸のある男ではありません。四重絡みの少し太ってきた体が芸の邪魔をしているのでしょう。百太夫の女房お徳は35、36の達者な女で、これは三味線もかき鳴らし、太鼓も叩きのめし、下座の鳴り物一通りは何でも間に合わせる重宝者。青黒い額に感触筋がピリピリと動いている種類の大戸島です。銭形平次と八五郎が行ったのはもう昼近い頃。蟹沢の小屋は木戸を閉めて、裏には石原の利助の子分が2、3人厳重に見張っております。銭形の親分、ちょうどいい塩梅でした。ともかくも茂雄を持ち出すのを止めておきましたよ。百太夫のうちは緑町なんだそうで、小屋から弔いは出したくねえって言いますが。
石原の兄貴のところへも変な手紙が行ったんだね。それでやってきましたが、検視をお願いしてありますから、おつけ旦那方が見えるでしょう。そいつはいい具合だ。ちょいっと検視前に見せてもらおうか。平次は裏から小屋へ入って行きます。第2章。銭形の親分さん、いらっしゃいまし。薄暗がりから大塩から声をかけたのは木戸番の伝六という30男でした。渋髪色に焼けてさえいなければ顔立ちも尋常ですが、手足と顔のほかは寸地も白い皮膚のない大彫り物の持ち主と後で分かりました。平次一行の姿を見ると、怯えたようにこそこそと物陰に隠れたのは横幅の方が広い怪奇な人間。これは万之助といって工場医の一寸法師です。もう35、6にもなるでしょうが、ちょっと見は17、8とも見える幼顔で、舞台へおしろいをつけて出るのが何よりの楽しみといった不思議な好みに引きずられて、ほんの食いぶちだけでこの小屋に雇われております。ご苦労様でございます、銭形の親分さん。たった1つしかない楽屋の大部屋にまずそうにタバコを飲んでいた座主の百太夫は、平次の姿を見ると引っ掛けていた丹前を滑らせて、それでも丁寧に挨拶するのでした。小太りのしたたかそうな面魂ですが、舞台から客を笑わせ慣れているので、どこか小利口らしい愛嬌のある男でした。お銀が死んだそうじゃねえか。そのことでがっかりしております。この小屋にとっては大事な米びつで、死にようが変だという話だが。自害でございますよ、親分さん。なんだって死にたくなったか、足には見当もつきませんが、死にようにことを書いて、自分で舌を噛み切ったんで、早速お届けをするとよかったんですが、小屋にケチがつくとしばらくは、居食いをしなければなりません。ついその。百太夫の弁解は、だいぶ苦しそうでした。お銀の死骸は、その隣の小さい部屋に寝かし、百太夫の女房のお徳とお銀の妹のお玉がそばについております。平次は丁寧に線香をあげて、さて死骸の顔を覆う布を取りました。はっと平次も息を呑んだほどの、それは凄まじさです。肉付きの豊かな通った鼻筋も、反り加減の唇の弧線も、夢見るような霞んだ眉も、美しいには相違ありませんが、老のような青白い顔は恐怖と苦痛に歪んで、二目とは見られない痛々しい表情です。それに舌を噛み切ったというにしては、口の中に大した腫れもなく、唇を開けさせると少しばかりの血だまりはありますが、舌の傷はさしたるものとも思えません。髪が濡れてるようだが。平次はかつら下に行った死骸の頭のあたりを撫でております。少し汚れておりますので、これに洗わせました。百太夫は死骸の足の方に泣きつかれてうつむいたお玉の方を指さしました。これはお銀の妹にしては色も浅黒く、柄も大きい娘ですが、顔立ちは非常に立派で、なある歌舞伎役者にも比べられるでしょう。もっとも力技にも似た軽技をするだけに、骨組み肉付きは若い娘にしては思い切った見事さです。おめえはお玉というのだな。お銀とは本当の姉妹か。生まれはどこだ。親はどうしている。生まれは曹州の厚木在で、両親とも早く亡くなりました。少し太いが張りのあるいい声です。お銀はいつどこで死んだんだ。よく聞きてえが。ゆうべここが跳ねてから、この部屋の中で死んでいましたよ。みんな緑町の家へ帰った後で、お玉が見つけて大騒ぎになったんです。まくし立てるように横からお徳は説明しました。感触筋が青黒い大戸島は、
恐ろしい達弁の持ち主で、喋り始めると止めどがありません。舌を噛んだにしちゃ血が少ねえようだが。平次は何よりそれが怪しいと睨んだのでしょう。床の上にも畳の上にもおびただしかるべき血の跡などは一つも残ってはいなかったのです。みんな吹いてしまいました。この子はよく届く娘で。お徳はまたお玉を指さしました。その時小屋に残っていたのは誰と誰だ。みんないたはずですが、不思議なことに一人もいなかったそうです。お玉は隣の小屋の人を頼んで緑町の家へ知らせてくれました。緑町へ帰ったばかりの私と主人が駆けつけると、その辺でいっぱい引っ掛けていた伝六もふらふら歩いていた万之助も帰って、間もなくみんな顔が揃いました。その時はもう5つ半過ぎだったでしょう。お徳はまた本流のようにまくし立てます。おめえと百太夫とは緑町のうちへ一緒に帰ったんだな。いいえ、私が先でした。ご飯時ほどして主人が帰ると、間もなく小屋からの使いです。伝六はどこで飲んでいたんだ。横丁の加納屋です。お聞きになればわかります。へっ。伝六の塩辛声は後ろの方から響くのでした。ガラッパチは早くもそれを確かめに行ったよぼす。万之助は外をふらふら歩いていたそうです。あの人は日のあるうちは決して外へ出やしません。人立ちがしてかなわないって言いますよ。だからフクロウみたいに夜遅くなってからふらふらと外へ出る癖があります。あの体ですものね。一寸帽子の万之助が日の光を嫌うのももっともですが、そういうお徳の調子にはひどく恋路の悪い響きがありました。あとはことごとく借り集めた臨時の男女で、この事件に差したる関係があるとも覚えません。お玉はずっと小屋に残っていたのか。いいえ、お玉は日が暮れると体が空きます。一風呂楽屋風呂を浴びてうつ少し過ぎに緑町へ帰ったが、姉の帰りが遅いので私と入れ違いに5つ時分に迎えに出ましたよ。途中で小屋から帰る百太夫に会ったはずだが。平次はこの複雑な人間の出入りを頭の中で組織立てて考えている様子でした。おめえはいつものように相生町からカシップ町を帰ったろう。今まで黙っていた百太夫が口を入れました。いいえ、松坂町の路地を抜けてきましたと。お玉、そうだろう。俺は相生町からカシップ町を帰ったが会わなかったもの。そういえば、なるほど、そんなものでしょう。ところで小屋の中を見せてもらいたいが。へえ、どうぞ。百太夫が案内して舞台から客席、楽屋、風呂場と見せてくれます。贅沢な風呂場だな。時々は芝居の真似事もしなきゃお客様が喜んでくださいません。へっ。百太夫は決まり悪そうに首筋をかきました。その頃、軽業小屋で芝居をすることなどは厳重な禁制だったのです。風呂の蓋にほんの少しだが血がついているようだな、と平次。先ほどお銀のものをいろいろ洗いました。それは苦しそうな弁解ですが、平次は別に追求しようともしません。第三章。近所の噂をかき集めると、いろいろのことが分かってきました。第一番に、何と言ってもお銀の美しさが問題の中心で、一座の伝六が夢中になっていることや、百太夫までが変な態度をするので女房のお徳が気が揉める話など、噂の種は再現もありません。その中でお銀と仲の悪いのは一寸法師の万之助だけで、これはどうせ相手にされないと分かりきっているせいか、お銀の機嫌を取ろうとするでもなく、時々は一座の花形へ皮肉ないたずらをして、ひどく妹のお玉に怒られたりすることもありました。
ところで親分、下手人があるでしょうか。帰る道々、ガラッパチはたまりかねて平次の脈を敷きました。おめえはどう思う。逆襲する平次。剣士までもなく、俺は自害じゃありませんね。その通りだよ。あの顔は自害した人間の顔じゃねえ。自害した人間の顔はどんなに悪相でも観念したところのあるもんだ。あの美しさで、あのすげえ形相は。平次もさすがに固唾を飲みます。舌を噛んだというのも変ですね。人間はあれぐらいのことじゃ死にきれるもんじゃねえ。平次、いくらも血が出ていねえじゃねえか。もっともお風呂の蓋には少し血がついていたが、髪も濡れてましたね。俺に気づいたのか。尋常の濡れようじゃなかった。耳の穴を見たか。いえ、中に少し水が溜まっていた。へえ。それからもう一つ変わったことがあったはずだ。気がついたか、ハチ。そう。ガラッパチの八五郎はしきりに首をひねりましたが、この上少しも思い当たる節はありません。もう一度小屋へ帰ってみてくるがいい。何を見るんで。種を明かしちゃ手品はつまらなくなるよ。何か変わったことがあったら、それをとことんまで探し抜くんだ。え、俺は出直そうと思ったが、こいつはおめえの知恵に任せよ。やってみるがいい。さあ、わからねえ。ここで首をひねったって何にもならねえよ。もう一度あの小屋へ帰って剣士に立ち会ってみるんだ。へえ。念のために言っておくが、あの妹娘に気をつけろ。お玉とか言ったな。そういう平次の後ろ姿を眺めて、ガラッパチは恨めしそぼに立っております。第四章。その晩。親分、分かったようで少しも分からねえ。ぼんやり帰ってきたガラッパチは大げさに腕などをこま抜いて平次の前へしょんぼり座るのでした。何が分かったんだ。まずそれから聞こうよ。平次はいつになく膝などを乗り出します。この報告がよっぽど待ち遠しかった様子です。死骸の着物は左前に着せてあったでしょう。それだよ、ハチ。剣士の役人は何にも言いやしませんよ。仏様の着物は左前に決まっているんですね。そりゃ今日片びらだ。お銀は死んだばかりで、まだ湯冠も済んじゃいねえ。舞台で着る赤い振り袖の襟を左前に合わせるのは変だろう。わしもそう思いましたよ。赤い振り袖を左前に着て舌をかみ切るのは何のまじないなんだ。それがわからねえんで。お玉に当たってみたか。平次は質問の方向を変えました。いろいろ聞いてみたが、あの娘は堅い字だ。何にも言いやしませんよ。本当に何にも言わなかったのか。たった一言こんなことを言いましたよ。何にも聞かないでください。今晩中には何もかもわかることですからって。今晩中にはわかる。本当にそう言ったか、ハチ。それから天道様は無駄には叱らないって言ったようで。困ったことになるぞ、ハチ。何が困るんです。おめえはこれからすぐ両国へ出兵して、お玉をここへ連れてきてくれ。平次は大変なことを言い出しました。お玉を連れてきてどうするんです。何でも構わねえ。平次が話してえことがあるとかなんとか、いい加減なことを言って連れてくるがいい。どうしても来なきゃ実手に物を言わせるんだ。八五郎の懐中にそんなものが伊達に突っ張ってるわけじゃあるめえ。やってみましょう。人間一人の命に関わることだ。いいか。大丈夫で。八五郎は大きく胸を叩くと、もう一度両国へ取って返しました。八五郎がお玉を連れてきたのは、それから一時ほど経った頃、やがて四つ近い自分でした。さあ、素直に入れ。あんまり強情張ると、俺が実手に物を言わせなきゃならねえ。角口でまた人もみするのを。ハチ、手荒なことをしちゃならねえ。お玉の心持ちは俺にはよくわかっているつもりだ。気の毒なことに、お銀に死なれてがっかりしているんだ。銭形の平次はそんな調子で手を取らんばかりにお玉を誘い入れました。
派手な軽業の太夫に逃げなく、汚れ腐った木綿の合わせに赤い帯を無造作に締めたその晩のお玉は、素足になぎなた草履、髪も形も繕わぬままにすさんで、激しい土器を含んだ顔には、日頃の美しさとは似てもつかぬすさまじい気組みがみなぎります。まず、そこに座れ。おしず、ゆでも茶でも持ってきてくれ。平次の穏やかな調子に、いくらか土器をくじかれたものか、お玉はヘタヘタとしてその前に座りました。それから、その合口は俺が預かっておこう。腹を立てて刃物を持っているのは、決していいことじゃねえ。お玉は平次の顔をじろりと見ましたが、言葉の柔らかさに似ず、その表情の決然たるのを見ると、懐中から合口を取り出して、鞘ごと黙って平次の前に押しやりました。それでよし。ところで、ゆんべのことをここで打ち明けて話してみる気はねえか。それは嫌だというのか。金輪際打ち明ける気はねえというつもりだろう。頑固に口をつぐむお玉をなだめるような調子で平次は続けました。それじゃあ俺が代わって話してやろう。ゆんべ姉の帰りが遅いんで、おめえは心配して緑町からもう一度両国の小屋へ引っ返したと言ったな。小屋へ行ったが中には誰もいねえ。楽だいう夫婦も伝六も万之助も肝心のおめえの姉も見えねえ。おめえは空っぽの小屋の中を探して風呂場へ入ったと、風呂の蓋を半分ほど上げて湯の中に人間が入っている。見るとそいつはおめえの姉のお銀だった。お銀は死んでいた。お玉はごくりと固唾を飲みました。少し舌を噛んで口から血は敷いていたが、それは風呂に入っているところをいきなり上から蓋をされて苦し紛れに噛んだ傷だ。お銀は風呂の中で溺れ死んでいたんだ。風呂の中で病気を起こして頓死をしたんなら自分で蓋をしているはずはねえ。お銀を殺した下死人は恐ろしく悪知恵のある人間だが、さすがに人一人殺して慌てたと見えて風呂の蓋を取るのを忘れて逃げたんだろう。姉の浅ましい姿を見ると、おめえは夢中になって風呂から引き上げ、ろくに体も拭かずにそこにあった赤い振袖を着せ、あの小部屋に抱いてきて手当てをしたが、お銀はどうしても生き返らなかった。そこでおめえは隣の小屋の留守番に頼んで緑町へ知らせてやった。どうだ、それにちげやるめ。ところでおめえは、姉を殺した下死人はよくわかっているはずだ。誰だそれは。お玉は相変わらず頑固に黙り込んでおります。おめえは合口まで用意しているが、よく考えてみるがいい。姉の下死人を殺しやお上への言い訳は立たねえ。姉の下死人が誰というはっきりした明かりが立たねえのに、うっかりしたことをするとおめえはただの人殺しにされてお仕置きになるかもしれねえ。姉のお銀を殺したのは誰だ。証拠がない。ぶっきらぼうに言ったお玉、その声は悲しみと怒りに枯れてひどく陰惨でした。証拠がねえばっかりに姉の下死人がわかっていてもお上に引き渡せねえ。それでおめえはその下死人を殺そうというんだな。お玉はうなずきました。そりゃ無法だ。もし間違ったらどうする。間違わない。お玉は固くなに頭を振るのです。第五章。それじゃあここで考えてみよう。証拠がねえと思い込んでも、下死人は飛んだところで足跡を残しているかもしれねえ。銭形平次はお玉を相手に始めました。お玉はそれを軽蔑しきった様子で冷然と眺めております。お銀を殺しそうなのはまず4人ある。
一人は工場の万之助、二人目は木戸番の伝六、三人目は主人の百太夫、四人目はその女房のお徳だ。銭形平次は一切構わず続けるのです。その前に八五郎はもう一度両国へ様子を見にやられ、平次の女房のお静は安頓のそばへ来て二人の話を気遣いながら、ふくる夜も構わず何やら冬支度の仕事をしております。お徳は百太夫より半時も前に緑町へ帰っている。風呂場でお銀を殺す暇はねえ。お銀を憎んでいることはお徳が一番だが、どう考えてもこれは下手人じゃねえ。それから木戸番の伝六は日頃お銀を追い回していたようだが、軽技が跳ねる前に体が空いて横丁の加納屋で樽天神を決め込んでいる。これは大勢の人が見ているからお銀を殺す暇はなかったはずだ。平次の系統だった説明を聞くと、お玉の冷たい瞳が次第に活気を帯びて、頬は恐ろしい憤怒に燃えます。残るのは主人の百太夫と一寸法師の万之助だ。万之助とお銀は互いに敵同士みたいに仲が悪かったそうだ。万之助は負け惜しみが強くて皮肉で、お銀の様子が尺に触ってたまらなかったんだろう。いい女は大抵高慢で人を人とも思わねえ。お銀もそうだった。だがそれは表向きで、万之助の腹の中はお銀が好きで好きでたまらなかった。万之助は負け惜しみが強えから、自分の体に恥じて口にも出さず素振りにも見せなかったが、腹の中じゃ毎日泣いて暮らしていた。万之助の日頃の様子、わざとらしい皮肉や意地悪じゃ、さっきお銀の死骸を見た目の恐ろしい悩みはただごとじゃねえ。その万之助は暗くなると自分の心のやり場がねえんで、気違いのようになって外を歩いた。ゆんべも外を歩いていたというが、誰にも会った様子はなく、誰も見たものはねえ。風呂場に隠れていてお銀を殺さねえとは限らねえ。百太夫は主人だが、多分金づくで無理におめえたち姉妹をこき使っているんだろう。伝六に聞くと、百太夫はお銀に無理な芸をさせようとしていたそうだ。若え娘には我慢のできねえ恥ずかしい芸だったと思う。それが嫌なら俺の妾になると言っていたそうだ。これは伝六の言葉だが嘘じゃあるねえ。お銀はそれを頭から断り通していた。その上おめえたち姉妹が借りた金も大方返したはずだし、お銀とおめえは近えうちにあの蟹沢の一座から飛び出して故郷の厚木へ帰るつもりだった。その通りだろう。これはお徳に聞いたんだ。百太夫は死に物狂いになってお銀を引き止めようとした。お銀はどうしても聞かねえ。そこでふらふら殺す気になった。どうだ、それも本当らしいだろう。それからおめえが緑町から両国へ引っ返した時、どの道を通ったと聞いたのは百太夫だ。おめえが松坂町の路地を通ったというと、俺は相生町の貸しっぷちをまっすぐ帰った、だから会わなかったと言った。実はあの時百太夫はお銀を殺してまだ小屋の中でまごまごしていたのかもしれねえ。宴がかかると困るとかなんとか言って女房と口を合わせてだいぶ前に帰ったようなことを言ってるが、こんな細けえ細工をするのは身に覚えのあるやつに限ったこった。どっちだ、万之助か百太夫か、おめえの姉を殺したの。証拠がない。お玉の答えは相変わらずうめくようです。その晩平次とおしずはほとんど熱の晩をさせられてしまいました。弾み切った少女お玉はともすれば飛び出して両国へ帰ろうとするのです。両国へ帰ったら最後、その晩のうちにもう一つ血生臭い事件が起こらずには済まないでしょう。もし
それが相手を間違ったとしたら、それこそ取り返しのつかぬことになるでしょう。運よくお玉の勘が当たって姉のお銀を殺した本当の下手人を殺したとしても、証拠がなくては言い訳が立たず、この純情な娘は自分の命を棒に振るのがせいぜいです。大骨折りの一夜はようやく明けました。あの人がどこかへ行ってしまいましたよ。おしずの声に驚いて顔を半分洗った平次は、井戸端から家の中に飛び込みました。どうした、どこへ行った。そんなことを言ったところで追いつきません。お玉はわずかの隙を狙って流行りきった本場のように両国へ駆け戻ったのでしょう。平次はすぐ後を追いましたが、軽業娘の軽傷さには及ぶべくもなく、汗みどろになって両国へたどり着くと、こ、おやぶん、てへんだ。カニザバの小屋の裏口に迎えたのはガラッパチの八五郎です。どうした、八。遅かった、おやぶん、とうとう殺されましたよ。誰が、誰に。ガラッパチを押しのけるようにして飛び込むと、おとついの惨劇のあった風呂場の流しに、これは着物を着たままの百太夫が明けに死んでいるではありませんか。そのそばに呆然と突っ立っているのは、なんとつい一足先にここへ来たはずのお玉。お玉、なんということをするんだ。おやぶん、私じゃありませんよ。でも姉を殺したのはこいつです。私にはよくわかります。百太夫の死骸を指さすお玉には何のうろたえた様子もなかったのです。親分、百太夫を殺したのはお玉じゃありませんよ。あの一寸法師ですよ。安之助の野郎ですよ。銭形平次はガラッパチの言葉を夢心地に聞きました。江戸開府以来の名御用聞きもこの時ほどバカバカしい思い違いをしたことはなかったのです。まもなく万之助の死骸は両国橋の下から上がりました。お銀の恨みを晴らした純情の一寸法師は自分から身を投げて死んだことは言うまでもありません。今度ばかりや親分も見当違いをしたでしょう。百太夫を殺したのをお玉と思い込んだ親分の顔は全く忘れられませんよ。ニヤニヤするガラッパチです。全く一言もねえよ。それというのも、最初お銀を殺したのが百太夫か万之助か、どうしてもわからなかったせいだ。だが万之助はあの通り体が小せえから、たとえ女一人でも風呂へ入ってるのを上から蓋をして死ぬまで抑えている力はねえ。それに気がつかねえばっかりに一晩無駄な苦労をしたよ。へえ、親分でも気のつかねえことがあるんですか。だがな、八、俺にも隠してある役札がもう一枚あるよ。それは大したことじゃねえが、お玉は女じゃねえと見破ったことさ。へえ、冗談じゃありませんか、親分。あれは確かに男だ。16かな、17ぐらいかな。とにかく女の子じゃねえ。女の子なら人形遊びで慣れているから、どんなに慌ててもしだり前に着物を着せるはずはねえ。それにお玉は綺麗じゃあるが男顔だ。多分百太郎の知恵だろうと思うが、男の子を女に仕立てて激しい芸をさせて人気を取ったんだろう。それにお銀と兄弟というのも嘘だろう。顔がまるっきり似ていねえ。お玉の激怒の中には淡い恋の潜んでいるのを平次は見逃さなかったのです。野村古道作、銭形平次、取り物控えより、お銀、お玉、書室、文芸読み物、昭和18年1943年12月号より、全文読み切り。
第一章。さあ、てへんだ親分。ガラッパチの八五郎は曲げ先で春風をかき分けるよもにすっ飛んできました。よく晴れた2月のある朝、どこからともなく聞こえる小鳥のさえずりや、ほんのりと漂う梅の花の匂いを懐かしむともなく、江戸開府以来と言われた捕り物の名人銭形の平次は縁側に立ってこうぼんやり眺めていたのです。相変わらず騒々しいしいやつじゃねえか。何が言って大変なんだい。底辺も底辺、今日のは別あつらいの底辺だ。驚いちゃいけませんよ親分。誰が驚くもんか。おめえの底辺は食いつけているよ。犬が喧嘩しても底辺、金沢町のおこの坊に男ができても底辺。そのおこの坊の男が殺されたとしたらどんなもんで親分。なんだと、あの池月の与三郎が殺されたというのか。ねえ、驚くでしょ親分。あのぶち殺しても死にそうもねえのらりくらりとしたうなぎ野郎の与三郎が脳天を石で割られてお茶の水の崖下に放り出されているんだ。行ってみよう。銭形平次は気軽に尻を上げました。お茶の水といえばすぐ目と鼻の先で銭形平次の縄張り打ちでもあったのです。八五郎に案内されて聖堂裏から、その頃は茶店などのあったお茶の水の崖の上へ行ってみると、そのあたりはもういっぱいのやじ馬、町役人や元町の文七という中年者の御用聞きなどが声を枯らしてそれを追っ払っております。やるなやるな、見せ物じゃねえ。マグマグするとかかるやだぞ。梅雨払いのガラッパチが持ち前の塩辛い地声でわめき立てながら人波をかき分けて中へくぐると、おお、銭形の兄、ちょうどいい塩米だ。元町の文七はほっとした顔になりました。自分よりとうも若い平次と張り合って手柄争いに血を沸かせたのも昔で、今では平次の頭脳と腕と、それよりも巧妙にも利害にもこだわらない天端な人柄に垂服して、いつの間にやら若い兄に立てている文七だったのです。元町の兄、遅れてすまなかった。あ、これは大変だ。崖の下から引き上げたばかりで、まだ駒もかけない与三郎の死骸が、檻からのうららかな春の朝日に照らされて、見るも無残な姿を横たえているではありませんか。こうなっちゃ先人争いの池月野郎も腹だらしがねえ。ついガラッパチの八五郎は日頃の反感がこみ上げたものか、遠慮のないことを言ってペッペッと唾を吐くのでした。小ばくちとおしがりのほかには脳のない男ですが、格好がちょいっと粋なのと顔がのっぺりしているのを元手に、神田から本郷へかけて浮気な娘という娘をあさり回り、宇治川の先人争いに例えて池月の与三郎と自分から名乗ったほどの厄介な男ですから、八五郎のような女とは縁の遠い正直者から嫌われ蔑まれたのも無理のないことです。バカ野郎、なんという口の利きようだ。平次はきっとたしなめながら、自分は死骸のそばにしゃがんで片手拝に目をつぶりました。与三郎の死骸というのは全く目も当てられないありさまで、身だしなみの良いのを自慢にしている小粋な合わせがかぶったよもに血潮を浴びているのです。突き落とされるはずみにその辺の石で頭を打ったんじゃねえかな。元町の文七はそんなことを考えているのでしょう。石で打ち割ったとすればあまりに猛烈です。いや、崖にはそんな石はねえ。それに自分の体に網のように血をかぶっているところを見ると、逆さまに落ちて石で頭を打ったんじゃなくて、立っているところを重いもので脳天をやられたんだ。それも獲物は石じゃねえようだ。
傷跡に几帳面な丸みがあるぜ。平次の言うのはもっともでした。ひどい返り血だろうな。文七は平次の意見に承服しながらこう素直に言うのです。それも一つの証拠になる。ところで与三郎が殺されたとなりゃ物取りや喧嘩じゃあるめえと平次。荒っちりの野良倉野郎だ。泥棒と喧嘩には縁がありませんよ。八五郎はまたくちばしを出しました。仏様の悪口はよせよ。いずれ女出入りだろうが色ごとでこの男を恨んでる者は5人や10人じゃねえぜ。文七は三つ七つと指ぼぼっております。古いのはいくらか余人も冷めるだろう。新しい出入りごとは。新しいのは越後屋のおこので与三郎の野郎この間から自慢らしく吹聴して歩いていましたよと八五郎。すると与三郎を殺したのはおこののことで恨んでいるものだというのか。おこのの許嫁は越後屋の養子の金次郎じゃありませんか。事件の概謀が次第にはっきりしてきました。これだけのことをするのはよっぽど肝の据わった力のある男でなきゃ。平次は首をひねります。越後屋の金次郎は男っぷりも器量も長年の褒め物ですぜ。その上明神下の先生のところへ帰って八頭の稽古もしたことがあるという話だ。八五郎は念入りな宙を入れました。第二章。親分、変な噂がありやすぜ。なんだ八。金沢町の越後屋から養子の金次郎を挙げていった野郎があるそうですよ。誰だそいつは。平次もさすがに驚きました。お茶の水で小半日係の同心の出役を迎えて剣士の住むのを待っているうちに金沢町へ抜け駆けして第一番の疑いのかかった金次郎を挙げていくとは気が早すぎます。岡村の清吉の野郎っすよ。さっきちらりと顔を見たと思ったら親分の話を聞いて慌てて金沢町へ飛んだのでしょう。不定野郎じゃありませんか。ほっておけほっておけ。友正治もねえの点でいろんなことを話しているんだもの。話だって聞くだろう。そこまで気がつきながらぼんやりご飯に過ごしたこっちがまずくさ。でも親分。八五郎は躍起となりますが平次はさらに驚く様子もありません。それよりおめえ一っ走り越後屋行って夕べ金次郎が外へ出たか出なかったかそれを聞いつくれ。それから手抜かりもあるめえがおこのの顔色も見るんだ。親分は。俺は殺された与三郎の方を洗ってみる。それが順当だろうと思う。飲み込んで飛んでゆく八五郎の後ろ姿を見送って銭形の平次と元町の文七はつい湯島五丁目に住んでいる与三郎の巣を見回りました。そこは荒物屋の裏二階でなんとなく小綺麗に住んでおりますが家主の荒物屋で聞くと与三郎の評判はまことにめちゃめちゃです。軽薄で嘘つきで男のくせにおしゃれでずうずうしくて欲が深くてこう聞かされると取り柄はありません。与三郎を恨んでいる者に心当たりはねえか。恨んでいるものばかりですよ。間違っても褒めるものなんかありゃしません。で、一にこの足だって、いくつきもいくつきも部屋代を払われなきゃ、喜んでばかりもいられません。荒物屋の親父は、こう言った調子でした。ゆんべはいつ頃出たんだ？宵のうちでしたよ。誰か手紙を持ってきたようで、裏口で自分で受け取ってすぐ出かけました。使いの者は男か女か、それとも子供か。あしはよく見ませんが、達者な男のようでした。もっともいつものことですが、ゆんべはことに念入りにめかし込んで出かけたようで。それっきり、あとは何にもわかりません。念のため与三郎の部屋を見せてもらいましたが、流し鉢があって、鏡台や化粧道具が揃っていて、まるで若い女の部屋のようですが、ゆうべ、受け取った手紙は言うまでもなく、手がかりになりそうなものは一つもなかったのです。いざ引き上げようというとき、荒物屋の親父は、近頃の与三郎は越後屋のおこのに夢中で
母親さえ承知してくれれば、近いうちに自分は越後屋へ婿入りするかもしれない。何しろ金沢町でも一二と言われた新商で、外神田一番の味噌屋だから、越後屋の婿になれば人に後ろ指は刺させない、などと良い心地そぼにやに下がっていたと、苦々しく話してくれるのでした。こうなると、いよいよ怪しいのは、越後屋の養子の金次郎ですが、岡倉の清吉に宣弁をつけられては、今さらどうすることもできません。一応、平次の家へ引き上げ、辞退する文七を引き止めて一本つけさしていると、すっかり暗くなってから、ガラッパチの八五郎が鬼の首でも取ったように、路地の外から声をかけて帰ってきました。親分、大手柄だ。喜んでくださいよ、親分。バカだな。大きな声で人聞きの悪い。だって、路地の花道はやけに長いぜ。これほどの大手柄を黙って舞台にかかっちゃもっていねえ。あきらた野郎だ。どこの猫の子がネズミを取ったか知らねえが、大手柄が聞いて呆れるぜ。さあ、言ったもんでもありませんよ。この八五郎の知恵と弁舌で、金次郎の縄を解いたんですぜ、親分。そいつは面白そうだ。八五郎兄の手柄話を聞いてやろうじゃねえか。元町の文七は口を入れます。こういうわけだ。聞いておくんなせ。文七親分、金沢町の越後屋へ行って、店中の口を開かせると、娘のおこのが近頃与三郎に熱くなっているので、いいなずけの金次郎が面白くねえのは評判の通りだが、金次郎は根がしっかり者で、人などを殺すような男じゃねえ。それにゆんべは越後屋の命で、お糸というのが急病で、下男の虎蔵は在所へ帰って留守だし、小僧や下女では夜のことで役に立たず、親切者の金次郎が自分で御徒町までお糸の藍薬を買いに行ってますよ。御徒町の薬屋も聞いたが、それに間違いはなく、また夜のうちに半時そこそこで帰っているから、お茶の水へ行って与三郎を殺す島なんかありゃしません。それからどうした？めいの糸は今日はもう気分が良くなって、床の上へ起き上がっていましたが、私のために金次郎さんが縛られちゃ申し訳がない。これこれこうだから、どうか助けてやってくだせえと、足を拝むじゃありませんか。親分方の命だが、娘のおこのもいい女だが、めいの糸というのは、病身だと言うけれど、それはいい女ですよ。そんなことはどうでもいい。それからどうした？番屋へ駆けつけて、お調べ中のおかかり同心、武蔵健吾様に申し上げ、岡倉の清吉の見ている目で、金次郎の縄を解いてやりましたよ。その時の清吉の顔というもの、そりゃ大手柄だ。元町の文七は本当に嬉しそぼでした。この辺りまで乗り出してきた岡倉の清吉の穴を明かしたことは、平次自身よりも文七の喜びだったのです。第三章、事件はこれだけでは収まらず、むしろこれが序幕で、この後の発展が凄まじく恐ろしいものでした。それから3日目の夕刻、今度は金沢町の越後屋の娘おこのが、自分の家の庭先でかつて与三郎がやられたと同じように脳天を打ち割られて死んでいたのです。お隣の師匠のところへ行って、お仕事の稽古を口実に毎日のように遊びほうけて、幾度も幾度も晩のご飯のお使いを受けて帰るおこのは、その日も下女に二三度無駄足をさしてとっぷり暗くなってから、それでも遅い朝霞の夕食に駆けつけるように裏木戸を入って庭へ回ったところを、何者とも知れぬ手に重い狂気で脳天をやられ、たった一打ちで声も立てずに死んでしまった様子でした。
小僧の常吉が見つけて大騒ぎになり、八五郎の中心で平次が駆けつけた時には死骸を家の中に取り入れて、母親のお朝をはじめ、姪のおいと許嫁の金次郎などが転倒した中にも悲嘆に暮れている真っ最中でした。その中へ飛び込んだ銭形の平次と八五郎は、まず型通りおこのの死骸から見せてもらいます。おえつの中にこんな仕事をするのは慣れたことながらあまり良い心持ちのものではありません。何かの世話を焼いてくれるのは養子でもあり支配人格でもあり、殺されたおこのの許嫁でもあるあの金次郎でした。お棚物というにしては少し愛想っ気のない30前後の立派な男で、浮気っぽいおこのに気に入られなかったのかもしれませんが、2,3 年前に亡くなった先代の主人新之助の目利きの確かさを思わせる人柄です。おこのの死骸は生産を極めました。少し太った丸ぽちゃの愛嬌者で、19にしてはませておりましたが、はすっぱで口上手で誰にも世辞が良いので、町内の男たちの評判は大したもので、現に八五郎などもその崇拝者の一人だったかもしれません。傷は与三郎同様、重い鈍器で力任せに殴ったもので、恐ろしい力を思わせるもの、血潮は顔から肩へ胸へ網の目に流れております。親分さん。50年配の母親のお朝は恐ろしい悲嘆に打ちひしがれて、平次に呼びかけてもその先を続ける言葉もありません。それを引き取って、おこのさんを殺した悪者をしまってくださいね、おばさん、とそばから優しく取り継ぐのは姪のお糸です。これは21、22のこの時代の通年からは豊島とも言ってよい娘ですが、ほっそりとした青白くて物静かな品のよい、そのくせ申し分なく美しい女でした。みっこで病心なためにあまり外へ出る機会もなく、したがって嫁の口もめったにありませんが、熟しきって虫のついた果物のような何とも言えない不思議な魅力の持ち主でした。騒ぎのあった時みんなどこにいたのだ？平次は静かに調べを始めます。私とおばさまはここにおりました。下女のお稲はお勝手で御膳を揃えていたようでございます。お糸はつつましく答えました。この三人の女は全く嫌疑の外に置かなければなりません。金次郎は？私は蔵の中におりました。暗くなってから少しばかり片付けが残っておりました。それを済まして締まりをするつもりで外へ出ると、あの騒ぎですぐ庭先へ駆けつけましたが、他に誰と誰がいるんだ？手代の金松は通いで、その頃は小僧の常吉と店にいたようでございます。それからあとは下男の虎蔵というのがおりますが、これは6、7日前から練馬の実家へ親が病気で帰っております。そう聞くと、おこのを殺す時を持った人間は誰も見ないところに一人で仕事をしていた金次郎たった一人になります。それとも下手人は外から入ったものでしょうか？庭の現場を見せてもらおう。平次は外へ出ました。案内に立ったのは提灯を持った金次郎。その背を見て平次は何やらガラッパチに目配せしました。庭といったところでわずかばかりの木があって、形ばかりの石を配置した殺風景極まるものですが、商売用らしい増物の間を縫ってゆくと、右手には木戸があって、隣の家の路地に通じ、左手には金次郎がいたという土蔵へ通ずる生じめりの道があります。おこのが入ったままか、それともくせ者が逃げ去ったか、木戸は若木を外して夜風にあおられているのでした。庭はこぼれた血潮をめぐって
前後左右めちゃめちゃに踏み荒らされ、足跡からは何の発見も望まれません。そこから引き返して店へ行くと、手代の兼松と小僧の常吉は物に怯えたように帳場格子の前にまじまじと座っております。兼松は47、8の臆病そうな中年者、常吉は13、4の生意気盛り、どちらも若い女などを殺める人間とは縁が遠く、兼松は小金を貯めるに余念がなく、常吉はいたずらと買い食いのほかには何の望みのない姿です。それに二人が店に一緒にいたというのに嘘はないらしく、二人が互いにかばい合うほど仲の良くないことは平次が一目見たばかりでもよくわかります。第四章。ほう、もっと。ガラッパチは物置から踊り出すと、何やら一抱えの着物を持って風呂場に駆け込む女の後を追いました。待たねえか野郎。こんなこともあろうかと平次の目くばせを読んで、うち中の者の様子を伺っていた八五郎です。女の動作は八五郎が思いも及ばないほど敏捷なものでした。暗い風呂場へポンと飛び込むと、八五郎の額を叩くようにピシリと板戸を閉めました。何やらザーッと洗う音、引き開けようとしたが、中から三歩下ろしたものかびくともしません。ええ、開けろ。戸を叩いたが答えもありません。八五郎は板戸と相撲を取ってしばらくは手間取りましたが、ふと気がついて敷居から外すと、三はわけもなく消し飛んで、厳重らしい戸がガタリと外れました。閉めたと飛び込むと、お勝手の明かりがさしたこの明るい中に、洗濯物を水に放り込んだまま、中には人の影もありません。気がついてみると、突き当たりにもう一つくぐり戸があって、女はそこから外へ飛び出したらしいのです。八五郎が遠慮もなくがなり立てると、平次は店の方から飛んできました。なんだ八、騒々しいじゃねえか。明かり明かり、明かりがどうした。お勝手から手職を持って風呂場へ平次も入ります。この着物を風呂場へ持ち込んで洗いかけた女がありますよ。男物の合わせじゃねえか。は、血がついてるぜ。それもひでえ血だ。いい塩梅に半分は濡れずにおりますね。洗い流す暇あったはずだが面食らったんだね。八五郎は一角のことを言います。お勝手にいる下女のお稲を連れてきて聞くと、合わせはたった一目で養子の金次郎のと分かりました。この合わせをいつまで着ていたんだ。へえ、昨日金次郎はこれを着ていたのか。着ていたようでございます。今日は。今日はそれを着ていなかったようで。そら本当か。おこのが殺された今日、肝心の金次郎がこの合わせを着ていなかったというのは重大なことですが、愚鈍らしい下女の言葉をどこまで信じてよいか分かりません。これを風呂場へ持ち込んだ女というのは誰だった。顔を見なかったのかと平次。お勝手の明かりも店の明かりも遠いから顔までは見えませんでしたよ。でも足に咎められて逃げ出すとき、足取りが変だったと思いますが。足取りが変。酔っ払いでなきゃびっくりすよ、やぶん。八五郎の答えは予想したことですが、平次を強く打った様子です。そんな騒ぎの中へ、元町の文七が下っ引きを連れて駆けつけてくれました。大勢手が揃ったところで、いろいろ手分けをして探すと、第一番に、縁の下に放り込んであった血だらけの元の王を文七が見つけてくれます。与三郎を殺したのもこの元の王ですね。八五郎はささやきます。その通りだ。おこのを殺してから小僧の常吉が死骸を見つけるまでにはほんのちょっと隙があったはずだが、神田川が近いんだからそこへ持って行って放り込めなかったのかな。こんなものを縁の下に入れておきゃ、遅くとも明日の朝になりゃわけもなく見つかるじゃねえか。面食らったんですね。
平次の深い疑いもガラッパチにあっては何の変哲もありません。これだけ証拠が揃ったんだから、お役人の見える前に金次郎をあげようじゃねえか。元町の文七は海中の取り縄などを探っております。まだ早いように思うが、また岡浦の聖吉などに横合から飛び出されちゃ尺だ。今度は足の手柄にさせてくれめえか、銭形の。文七にそうまで言われると、これだけ証拠が揃った上は平次も強いて止めるわけにいきません。越後屋の養子金次郎は与三郎殺しとおこの殺しの嫌疑で、その場から文七に引っ立てられました。金次郎をかばい損ねたお糸は、今にも取って抑えられそうな義具におののきながらも、悲しみ深い目で縛られてゆく金次郎の後ろ姿を見送っております。お朝は娘の死骸の前に泣き崩れて、まだ正体もありません。あくる日、下男の虎蔵が越後屋に帰ってきました。練馬の父親がすっかり元気になったので、手土産のナッパかなんかを持って7日目に主家に戻ったのです。檻から越後屋に来ていた平次は早速この男に会ってみましたが、背の高い恰幅の良い30男で、何よりその一国者らしいところが特色です。お朝に聞くと、骨身を惜しまずよく働く上、少し偏屈ですが正直者で、みんなに重宝がられているということです。病人はどうだい？おめえの留守にここじゃ大変なことが起こったんだが。そうだそうですね、とんでもねえことで、私の親父の病気は持病の先期で大したことはございませんよ。すると7日も休んだのは父親の介抱のためじゃなかったのか？え、そうでも言わなきゃお暇をくださいませんよ。まあ時々は骨休めもしたくなりますから。こんなことを言って虎蔵はにやりと笑うのです。平次は虎蔵の姿が見えなくなると八五郎を呼んで、八、大急ぎで練馬へ行ってくれ。あの虎蔵とかいう男が本当に自分の家へ帰ったかどうか。え、それはわけもありませんが、正直に父親の病気は呈したこともねえが、骨休みをしたくって帰ったと言ってるんだから、疑ってみるほどのことはねえじゃありませんか。それにそうやるねえが、念のためということがあるよ。練馬まではざっと五里、雪だけで日が暮れるだろう。明日の昼までに帰りゃいい。え、平次にそうまで言われるとつべこべ言う八五郎ではありません。ろくな旅の支度もせず、その場からすぐ往復十里の練馬へ出かけました。八五郎が帰ったのはその晩の夜中。泊まって帰ろうと思ったが、調べも何にもねえところで、べんべんと宿を取るのもバカバカしいと思って夜道を駆け戻ってきましたよ。虎蔵のうちはすぐ分かりました。村でも中どころの百姓で、親父の虎右衛門の戦記も嘘じゃなく、せがれの虎蔵は7日の糸間をもらったと言って帰って、神妙に野良仕事や縄内の手伝いをしていったそうです。報告はこれだけ。これでは平次でも疑いようはありません。その間に元町の文七が挙げた金次郎の調べは続きました。与三郎を殺した時は御徒町まで薬取りに行ったに相違ないにしても、無理に都合をして首尾よく与三郎をおびき出せば、お茶の水まで回る隙がないとは言えず、平次はこの微妙な時間を利用して、普段から睨み合いの与三郎をおびき出すのは難しいと見ておりますが、無理に辻褄を合わせれば、随分この過程は成り立たないこともなかったのです。おこの殺しの方は時間も証拠も十分で、事情は金次郎を不利にするばかり。文七は
念のためにお糸も調べてみましたが、これは泣くばかりで一向拉致が開きません。血のついた金次郎の合わせを風呂場へ持ち込んだのはどういうわけだ。まっすぐに言わねえと気の毒だが、おめえにも縄を打たなきゃならねえ。こう脅かされると、汚れ物の始末をしてやるのはいつものことですから、暗い中でさらってきた合わせに血がついていたかどうかわかりませんと言うのです。洗濯物を風呂場に持ち込むのに戸に酸を下ろすのはどういうわけだ。いい加減なことを言うと承知しねえよ。誰かに追っかけられて怖かったんです。こう言ってお糸の聡明な美しい目が文七に訴えるのでした。お糸の態度は明らかに金次郎をかばっているに違いありませんが、こう巧みに言い逃れられると、まさか若い娘を縛り上げるわけにはいきません。文七の確信はますます加わるばかり、この上は金次郎に石を抱かせてもと意気込むのを、まあ待ってくれ、俺はどうも義士人が他にあるような気がしてならねえんだ。与三郎とおこのを殺したのは同じ人間だとすると、与三郎をおびき出したのはどうも金次郎らしくね。それに金次郎はあの血のついた合わせを、おこのが殺された死は着ていなかったというし、自分の合わせにわざわざ血をつけて血染めの元能を縁の下に放り込んでおいたのもおかしい。お糸が金次郎をかばったのは金次郎愛しと思う娘心の勘違いじゃねえか。平次はこう一応は止めました。おら、やっぱり金次郎の他に下手人があるわけはねえと思うよ。あの合わせは押し入れの中に放り込んであったというから、下手人が外から入って庭先でおこのを殺したものなら、わざわざ押し入れから金次郎の合わせを引き出して血なんかつけておくはずあるね。兄の命だが、こればかりは俺の手柄にさせてくれ。元町の文七は頑として聞き入れません。平次は方面を変えて手代の金松と小僧の常吉に疑いを向けてみましたが、これは念入りに調べるまでもなく全く無関係で、第一重い元能を振り回して人を二人まで殺せる人間ではなく、他に働き者の下女のお稲が一人、これも全く疑いの外に置かるべきです。第五章、幾日も幾日も越後屋に詰めてどんな小さい手がかりでもと探した平次は、おこのの初七日の済んだ日、とうとう投げるほかはないと思い定めました。女主人でおこのの母のお朝は希少者らしく仕事を運んでおりますが、たった一人の娘を失った深刻な悲しみに打ちひしがれて、時々はぼんやり立ち止まって物を見つめていたり、人の姿の見えぬ時は一人でさめさめと泣いたりしております。姪のお糸は弱い体に鞭打つように痛々しい足を引いて懐疑しく働き続け、こればかりは暗い越後屋の中にも美しさと明るさと魅力とをまき散らしております。ハジ、あれを見たか。え、平次は庭を片付けている下男虎蔵の姿をそれと物陰から指さしました。あの目はただごとじゃねえ。虎蔵の目はお糸の姿ばかり追っかけているのに気がつかねえか。一刻者の虎蔵が命までもと打ち込んだ目だ。へえ、そんなもんすかね。気の毒だが八、もう一度練馬へ行ってくれねえか。練馬へ。いやか、とんでもねえ、行きますよ、行ってきますよ。今度は止まるんだ。腰を据えて虎蔵の親父の話と村中の噂を集めてくれ。あの与三郎の殺された晩、あの晩はいい月だった。虎蔵は確かに練馬の自分の家に寝ていたかどうか、それからおこのの殺されたし、あれは確か初馬の死だ。田舎の初馬は賑やかだから、虎蔵が家にいたか、昼頃から江戸へ出て夜帰ったか、親父は隠していても村の人に聞いたらわかるだろう。へえ、いいか、しかと頼んだよ。平次の言葉は厳重な行き届いたものでした。
忠実な助手の八五郎がその場からすぐ練馬へ飛んでいったことは言うまでもありません。先の失敗に懲りて、今度は念には念を入れて調べたものか、八五郎が練馬から帰ったのは明くる日の夕方、それもすっかり暗くなってからでした。親分、まさに一言もね、親分の見通しに間違えはね。どうした八？虎蔵というやつは恐ろしい食わせもんですよ。与三郎の殺された晩はそっと家を抜け出して明け方帰ってるし、おこのの殺された日は昼頃から仕留めに隠れて半歩伝いに江戸の方へ行ったと村の者が言ってましたよ。親父の虎右衛門を責めると芸分が悪いからせがれの言う通りに家へ泊まったことにしてあるが、あの晩は大方板橋の女のところへでも遊びに行ったんだろう。家庭用でも虎蔵も三十という男盛りだからと言うんで、やはりそうだ。虎蔵ならあの元能も振り回せるし、おこのが隣で油を売って暗くなってから帰ってくることも知っている。踏み込んであげましょうか。だがあの合わせは、金次郎の合わせに血をつけて押し入れに放り込むのは少し念入りすぎるな。平次はふと迷いましたが、それでも八五郎の気を立つのに誘われて金沢町の越後屋に乗り込みましたが、その時ちょうど越後屋は煮えくり返るような騒ぎの真っ最中です。親分、虎蔵が。青くなって迎えた兼松に案内されて行くと、納屋の後ろの下男部屋で虎蔵は遺書まで残して死んでいるのでした。平次はたった一目で、それは石見銀山ネズミ捕りかなんか猛毒を飲んで死んだと分かりましたが、死骸のそばにはその猛毒を入れたと思われる碗も茶碗も紙切れ一つなく、半枚ずつの半紙を真ん中でついで一枚に広げたのに、手習い造紙のような大きい金文字で「俺は下手人だ」と書いてあるではありませんか。変な書き置きだね。俺が下手人だと書くなら分かっちゃいるが、がの代わりに歯も変だし、下手人の人に濁りを打って主人と書いたな、どういうわけだ。八五郎はこんなことを言っております。これは虎蔵の書いたものに間違いはあるめえな。大きな下手な字を指さして平次は誰にともなく聞きました。店中でそんな下手くそな字を書くものはありゃしません。虎蔵はこの間から無筆じゃ幅が利かねえからって一生懸命手習いをしていましたよ。後ろからこういうのは小僧の常吉でした。手習いの師匠は誰だと平次と間髪を入れずに、お糸さんさ、あの人は虎蔵がひいきだし手もいいから。そう言われてはっと後ろを振り向いた平次の目は、大勢の人間の後ろからじっとこちらを見つめている美しいが鋭い二つの瞳と鋼と鋼のように切り結んだのです。平次の胸には写し絵のように鮮明な下手人の姿が浮かびました。はっと驚いて逃げる相手の瞳。こよど。平次は一足飛びにその相手を抑えました。それは美っ子で秒針で、この上もなく美しいお糸の怯え切った姿ではありませんか。驚いたね親分。どうしてあのお糸が悪者と分かったんで。お糸を送ってほっとすると、相変わらず八五郎は平次に絵解きをせがみました。俺も初めは分からなかったが、三人殺しの骨董人はあの痛々しい娘のお糸さ。へえ。もっとも与三郎とおこのを元能で殺したのは虎蔵だが、そうするように仕向けたのはお糸だ。詳しく言うと、お糸は恐ろしく知恵の回る女で、おこのと金次郎を亡き者にするために、まず一国者で歓迎の足りねえ虎蔵を迷わせた。虎蔵はお糸に操られて思う存分に動いたんだろう。最初の時虎蔵は練馬から飛んできて、かねてお糸のこしらえておいた
おこのの偽手紙で与三郎をおびき出し、お茶の水で殺してその晩のうちに練馬へ帰り、その次にはやはり練馬からやってきて越後屋のお庭で待ち伏せしておこのを殺し、お糸はうちで細工をしてその宴を金次郎に向け、金次郎を仕置きにするつもりだったのさ。おこのだけを殺すとお糸にも宴が向けられるが、与三郎とおこのを殺すのは金次郎の他にはねえと誰でも思うだろう。なんだってそんなことをしたんでしょう。最初はおこのが妬ましかったんだろう。ところが金次郎という男は正直者で片蔵で、お糸には目もくれなかった。そこでお糸は欲に転んだ。あの二人が死ぬと越後屋の跡取りは黙っていてもお糸に回ってくる。なるほどね。それはあの弱々しい美しいお糸が考えそうもない悪魔的な企てですが、平次の推理にはもとより一点の疑いを挟みようもありません。お糸が変に金次郎をかばい立てしながら、洗えば洗う暇のある合わせを血のついたまま風呂場に置いてわざとおめえに見せたのもおかしいし、疑えばおめえが物陰で様子を見ていることを知ってあんな指名をやったかもしれねえじゃねえか。それに金次郎の合わせに血をつけて押し入れに放り込んだのだって虎蔵じゃちょいっとできねえから、お糸の細工と見るのが人当だ。その虎蔵は毒を飲んだじゃありませんか。あれもお糸の細工さ。お糸はあの前の日俺とおめえの話を盗み聞きしたんだろう。虎蔵が練馬を抜け出したとわかると、いずれ虎蔵を縛ってどんな調べをされるかもわからず、虎蔵がベラベラ喋っちまえば虎蔵を騙し込んで二人まで殺された自分の首に縄がかかるとみて、かねて用意した石見銀山のネズミ捕りをまんじゅうかなんかに入れ、親切めかしく虎蔵にやり、虎蔵がそれを食って死んだのを見届けてからいろいろの始末をして遺書までこさえたのさ。へえ、落ち着いたもんですね。虎蔵の死んだのが自害なら、そばに毒を入れたわんなり雷あるはずだ。それに遺書が半枚の半紙を真ん中でついで俺は下手人だと読ませたろう。あれは虎蔵に手習いを教えるとき、俺は下男の虎蔵、お糸は主人だといったような文句をふざけながら習わせ、その二枚を半分ずつついで俺は下手人だと読ませたんだろう。俺はあの衣装を見たとき、こいつは虎蔵に手習いを教えたやつの仕業だと気がついたよ。なるほどね。恐ろしい女だ。うっかりすると俺まで騙されるところよ。あんまり細工が過ぎてかえって尻尾を出した。こう説明されると何もかも明らかになります。あの寂しく弱々しい女がこれだけの凶悪なことを企んだと思うと、なんとなく薄寒くなるような心持ちですが、それを見破ってとっさにお糸を抑えた平次の明智はものの見事です。なる。もう一度そう言ってガラッパチはこの世にも優れた親分を見上げました。その後お糸は牢で死に、金次郎は越後屋の後を立てたと聞きましたが、お糸の痛々しい悩ましさ、言いようもない魅力が長く八五郎の記憶にこびりついておりました。野村古道作銭形平次捕物控えよりおこのお糸、昭和28年1953年、銭形平次捕物全集第17巻より全文読み切り。野村古道作おつぼねおろく第一章、もみじはちょうど見ごろ、差し迫った御用もない折を狙って銭形平次は箱根までとぼち旅としゃれました。十手や鳥縄を神田の家に残して道中雑誌一本に着替えの合わせが一枚、
できるだけ野暮な堅気に作った一人旅の気楽さはまた格別でした。疲れては乗り、屈託しては歩き、十二里の長丁場を楽々と征服して、藤沢へあと五六丁というところまで来たのは第一日の7:04。おや、平次はふと立ち止まりました。道中姿のいい豊島が道端の松の根元に伸びたり縮んだり、歯を食いしばって苦しんでいるのです。おい、どうなすったおかみさん。ついそばへ寄って顔を差し覗いた平次。お願い、水を。斜めに振り上げて乱れかかる瓶の毛をキリキリと噛んだ女の顔は、そのまま歌舞伎芝居の舞台にせり上げたいほどのあでやかさでした。食を起こしたというのか。そいつは厄介だが、あちな、今水を持ってきてやる。そっちはならねえ、どこい。平次は女の体を押し付けていた手を離すと、つい15、6軒先の百姓屋へ飛んで行きました。まごまごする娘っ子をしっかり飛ばすようにして茶碗を一つ借りると、庭先の井戸から水を一杯汲んで元の場所へ取って返します。そのせわしい働きのうちに、街道筋はしばらく人足が絶えて、浪人者が2、3人うさんな目を光らせて通っただけ。およ、平次はもう一度目を見張りました。つい今しがたまで松の寝方にもがき苦しんでいた道中姿の良い豊島がどこへ消えてなくなったか、影も形も見えなかったのです。狐につままれたような心持ちで藤沢の宿に入ると、旅籠だけは思い切り弾んで長尾や長右衛門の表座敷を望んで通してもらいましたが、足を洗って部屋に通ると懐へ手を入れた平次は、おやおや、そんなものが望みだったのか。手数のかかる芝居をしたもんじゃねえか。思わず苦笑いをしたのも無理はありません。首からぶら下げた財布がいつの間にやら見事に切り取られていたのです。どうなさいましたお客様。入ってきた番頭は平次の首にぶらぶらと下がった紐に驚いたのでしょう。巾着切りにやられたよ。江戸門も旅に出ちゃからだらしがねえ。それは大変じゃございませんか。腰を浮かす番頭。騒ぐほどのこっちゃねえよ番頭さん。取られたのはほんの小出しの銭が少しばかりさ。まだ小判というものをうんと持っているから、旗ごちんの心配はさせねえ。平次はそんなことを言ってカラカラと笑いますが、取られた財布の中身は正直のところ路用から当時の雑用を合わせて3両2分ばかり。後に残ったのはタバコ入れに女房のおしずが入れてくれたたしなみの小粒が3つだけです。お役人に申しましょうか。いや、それにも及ぶめえよ。江戸の高名な御用を聞き、銭形の平次が巾着切りにしてやられたとはさすがに人に知られたくなかったのでしょう。さようでございますか。そのご災難の中へこんなことを申し上げるのは変でございますが、今日は急にご本陣へお行列が入って宿従いっぱいになってしまいました。手前どもでも割り切れないほどのお客様で、どうすることもできません。ご迷惑様でも愛客をお二人ばかりお願い申し上げたいのでございますが、いかがでございましょう。番頭は敷居際に座り込んだまま一生懸命手を揉んでおります。いいとも、10畳に1人じゃもってねえ。2人でも3人でも案内してくるがいい。では。番頭は引っ込むと間もなく2人の屈強な武家を案内してきました。平次は危ぶく声を出すところでした。愛客というのは先刻街道筋で女巾着切りを解放しているとき、近々と眺めながらそしらぬ顔をして通っていった2人の浪人者に紛れもなかったのです。第2章。なんだ町人か。向こう傷のある
大柄の浪人は平次をねめ回しながら部屋の真ん中にどっかと座り込みます。虫だと思ったら腹も立つまい、我慢をせい。続くのは小柄な中年男。俺はその虫が大嫌いでな、オミ、シラミ、バッタ、カマキリ、ムカデ、虫と名のつくものにろくなものがない。目障りだったらひねりつぶすだけのことだ。まあ湯へ入って一杯やらかそうか。平次は驚きました。世の中にこんな無法な武家があるものでしょうか。見れば酔ってもいない様子、触らぬ神にたたりなしと言って、その頃の人に共通の逃避的な心持ちで、平次は首相らしく部屋の隅っこに小さくなったのです。やがて代わるがある風呂に入った二人の浪人者は一本つけさして互いに研修を始めました。平次はその間に部屋を出て、開始に帳場すずりでさらさらと何やらしたため、店先に立って宵の街を眺めております。その頃の街道筋のにぎわいは今日想像したようなものではなく、大名の行列だけでも日にいくつも通ることがあり、上り下りの旅人、諸芸人、武士、僧侶、あらゆる階級の人の間を縫って諸大名の早飛客や十一夜の常備客などが夜昼の別なく通っております。平次はそのうちの一人、夜道をかけて江戸へ行く早飛客を見つけると、たった三つしかない一朱銀のうちの一つを宣告書いた手紙にくるくると包んで飛客の目の前へポンと放りました。およ、思わず立ち止まってそれを拾い上げた飛脚はくるくると返しをほぐして店先の明かりに透かしましたが、あたりに投げた人影もないのを見定めると、腹掛けの中へポンと落としてさっと戸塚の方へ飛びます。始終の様子を物陰から見た平次、忍ぶともなく足音静かに元の部屋に帰りました。足を折るのが一番いい、血を流すとこと面倒だ。一人だけこの宿に踏みとまって役人の方を引き受けるつもりなら、少しぐらいは傷を負わせても差し支えあるまい。漏れてくるのはこんな言葉です。平次はさすがにぎょっとしましたが、思い直した様子で静かに入ります。これ町人、出入りには挨拶ぐらいするものだぞ。いきなりから髪を開けるやつがあるか、バカ野郎。すみません。絡みついてくるのを平次は軽くかわしました。飯が済んだら腰の物の手入れをしよう。いざという時武士の魂が役に立たなくてはすまぬ。いかにも、それはいいことに気がついた。二人は明かりを中にしてギラリギラリと長いのを引っこ抜きました。どうだ、見事だろう。貴公の備前物は大層な自慢だが、到底この総集物にかなうまい。小さい方の武家は一刀をキラリキラリと振り回しました。なんの、刀は体裁や見てくれで切れるものか。本当の切れ味は俺の備前物の方がどんなに優れているかわかるまい。よし、それなら試し切りをしてみようか。ほう、望むところだが、何を切るつもりだ。巻きわらなどは嫌だぞ。幸いそこに生きたのがおるではないか。なるほど、手頃な太り具合だ。これ町人。平次はさすがに肝を潰しました。長い間御用聞きをしておりますが、まだこんな無法な人間に会ったこともありません。これが旅先でなかったら、もう一つ大事な目的のある旅でなかったら、平次もしゃばっけを出して二人の浪人者を取り引いたかもしれませんが、得意の投げ銭を飛ばすにしても、あとタバコ入りに小粒が二つこっきりでは、平次の戦闘力は半分になります。逃げるか町人、その方はどうも気に入らないところがある。そこへ直れ。大柄の一人は早くも入り口を塞いで大上段に振りかぶり、小柄の一人は一刀を西岸に平次の後ろからじりじりと迫ります。
何もかも平次と見込んでの嫌がらせらしく、どちらの気配を見ても脅かしや推挙でないことは平次にもよくわかります。ごめんこむりましょう。あっしは切られつけないから、そんな遊びの相手にはなりませんよ。何を？早くも脇差しを腰に、振り分けの荷を右手にさらった平次は中腰になって二人の隙を伺います。こいつは面白い。鳥も飛ばなきゃ打つ張り合いがないというものだ。逃がすな。おう、ここは鉄壁だ。あり一匹這い出させるこっちゃね。前後から迫る刃、平次は相手の深刻な害意を読むともう躊躇しませんでした。脇差しも引っこ抜いて武士と渡り合うのを不穏当と思ったか、右手につかんだ振り分けの荷、それを入り口を塞いだ大男の股ぐらへパッと放ったのです。うわ、不意を食らって大男は前のめりになりました。とっさの隙に乗じた平次、一気にその頭を飛び越して廊下へ。無礼者！後ろから追う二人の浪人者、旗小屋中はひっくり返るような騒ぎになりました。二女坊の刃に追い詰められた平次はしばらく廊下を逃げ回っておりましたが、どの部屋も必死と内から障子を押さえて平次を入れてくれそうもないのを見ると、浪人者の姿が何度の陰に隠れた機械をつかんで階段の下の安頓部屋の中へパッと飛び込んだのでした。はっ、低い小さい声ながら異常な驚きにかきたてられた女の悲鳴です。安頓部屋と見たのは、混み合った時はやはり客を入れる部屋だったのでしょう。長四畳の明かりは消して、窓から入る月の光では女の素性もはっきりは読めません。二人の浪人はしばらくその辺り中を探している様子でしたが、最後に平次の隠れた部屋をバッと開けました。なんだ、ここにも人がいるぞ。一歩大きな浪人が踏み込みます。ここは女一人でございます。ご無体をなさいませんように。凛とした声、入り口に立ちふさがったのは意向をくんずるような部屋の主でした。何、女一人？さすがの無法者も面食らって引き下がりました。女一人でも油断はならんぞ。一応中を見せてもらおうか。小さい方の浪人はその背後から警戒の目を光らせました。取り乱しておりますが、どうぞご覧ください。女はつと身を引きました。それを追って廊下の明かりを背にした四つの目、いないぞ。外へ飛び出したのかもしれんな。逃げ足の早いやつだ。二人はプンプンとして引き上げます。第三章、女はその後ろ姿を見送って静かに安頓に明かりを入れ、瓶と襟を直して押し入れの戸を開けました。もう大丈夫でございます。不法者は行ってしまいました。ありがたい、とんだご迷惑をかけました。ひょいっと押し入れから出てきた銭形の平次、何心なく安頓の明かりの中に女と顔を見合わせて立ちすくみました。おっ、おめえさんは。紛れもない夕刻藤沢の宿の入り口で尺を起こして苦しんでいた女、水を汲んでくるうちに行方不明になった女、平次の首にかけた財布の紐を切って抜いた女。まあ、私は。女は両のたもとを顔に当てて身もよもあらぬ様子で畳の上に突っ伏しました。おめえさんに助けられようとは思わなかった。これはこれは。職はどうしたい？平次はようやく落ち着きを取り戻して、しおれ帰った女を観察しました。せいぜい22、23、町人の女房が江ノ島参りに行くといった身軽な風をしておりますが、様子にひどく上品なところがあって、武家の心臓。奥方といっても恥ずかしくないでしょう。それよりも平次を驚かしたのは、気ぐらいの高そうな取りすましたそこに潜む霊美と言ってもよい不思議な美しさでした。それを見つめていると冷たい炎に対して感ずるような恐ろしい怖くと懊悩をさえ感じさせるのです。親分さん、すみません。
とんだことをしてしまいました。私の本意でなかったわけは、親分の懐中物を私の身につけていないことでもお分かりでしょう。いくらあったかは存じませんが、せめてこれでお許しを願います。女はそう言って自分の帯の間から赤い紙入れを抜いて平次の方へ押しやるのでした。たえも入りたげな面目なさに長いまつげを伏せたまま、悪い女も随分大勢見てきた平次にも、ただの巾着切りやごまの生えとは思えないいじらしさです。おめえはただの悪人らしくもねえが、いたずらにしちゃ少し念が入りすぎるぜ。一体どうして人様のものに手をかける気になったんだ。申し上げましょう、親分さん。女は精一杯の努力で顔を上げました。まつげは濡れて赤い唇が劇場にひくひくと震えます。その物語はかなり長いものでしたが、筋は女の名はおろく、武家の娘で本当は六高の六と書くのだが、少女時代にさらわれて道中ごまの葉への手先になり、ついうかうかと娘盛りの二十歳を越してしまったというのです。もっとも一度は悪者の手を逃れて江戸番長の親の家に帰りましたが、少女おろくがかどわかされる時、父親の釜井十三郎は人手にかかって非業の死を遂げ、家禄は没収、母親はそれを苦に病んで父の後を追い、その後を継ぐ者もなく釜井家は没落、おろくは再び悪者に引き戻され、美貌と器用さを重宝がられて浮かぶせもなく悪事に沈殿していたのです。こんなわけで私は目の前に父親の仇を見ながら打ち果たすこともならず、不本意ながら悪者の手先になってうかうかと日を過ごしました。でも今日という今日、悪い夢の覚めたような心持ちがいたします。この上のお願いには、親分さん、この私に親の仇を討たせ、重なる罪のお仕置きを立派に受けさせてくださいませんか。お願いでございます。親分さんのような方に助立ちをしていただいたら、私にも親の仇が討てないこともないでしょう。お願い。おろくの手はつい伸びて平次の膝を揺すぶります。巾着切りから仇討ちか、そいつは驚くぜ。まあいい、見まくめは何になろうと俺の知ったことじゃねえ。ところでその仇の名前や顔が分かってるのかな。平次はようやく積極的になりました。中国浪人、車のぼりのすけ、顔に向こう傷のある三白眼の大男、街道筋に響いた無法者でございます。ほ、あれだ。ご存知で、親分さん。つい今しがた抜き身で俺を追っかけた浪人だ。あれはめったに間違える人相じゃねえ。親分さん、そっと気がつけば放ってはおけません。お願い申します。包みの中から合口を取り出したおろく、平次の止める隙もなく廊下へパッと飛び出しました。その突き詰めた様子や軽笑な物腰など、思いつきのお芝居とも思われません。誘われるともなく平次も飛び出しましたが、その時はもう二人の浪人は旗小屋に難癖をつけてどこともなく立ち去った後でした。第四章。あくる日の朝は運悪く土砂降り、早立ちはダメになりましたが、間もなく素晴らしい秋日和になって、上り下りの旅人はいっぺんに旅小屋から流れ出しました。伊勢参り、湯治客、国侍、飛脚馬などと一緒に平次とおろくもこの上もないのどかな旅を続けたのです。おろくは女巾着切りに似ぬ教養のある女で、平次も時々受け答えに困ることがありました。武家育ちというだけに書芸、歌、俳諧にまでたしなみがあるらしく、次から次へと話の種はつきません。小田原へ着いたのはちょうど六つ少し前、飛脚馬も伊勢参りも武家も町人も
大抵はそこで泊まりました。箱根まではより8丁、夜道には少し遠すぎます。平次とおろくが泊まったのは虎屋三四郎、晩酌を1本つけて、さて話は枝が刺し葉が茂ります。番頭は夫婦と見たか駆け落ち者と見たか、ひどく心得て同じ部屋に泊めるつもりなのを、そいつは困るぜ、二人はただの道連れだ。平次は野暮なことを言って大きく手を振ります。まあ親分さん。おろくはいつまでも離れともない風情でしたが、さすがに打ち明けてそう言いかねたものか、もじもじしながら自分の部屋に引き下がります。誰だい、入り口のしっくい壁消し墨なんかででっかい丸と四角を描いたな。帳場の方でそんな声がしました。大勢の雇い人たちがいろいろ評議をしている様子ですが、結局誰のいたずらともわかりません。しばらく経ちました。平次は帳場から帰ってきて、さて寝ようとすると、親分さん、そっと廊下の外から声をかけるものがあります。柔らかな匂うような声。おろくさんかい。お願いがありますが入って構いませんか。いいとも、まだ寝たわけじゃねえ。では。滑るように入ってきたおろく、寝巻き姿に少し取り乱しておりますが、何か異常な緊張にワクワクしている様子です。どうしたんだおろくさん。親分さん、お約束を守ってくださるでしょうね。約束？仇、車のぼりのすけのありかがわかりました。今夜今すぐ名乗りかけて打ちたいと思いますが。おろくは華奢な肩を落として演ずる姿に平次を見上げます。そいつは早速で面食らわせるぜ。どこにいるんだその仇役は。先刻この旗小屋の入り口で番頭と話しているのを2階の窓から聞きました。親分が泊まっていらっしゃると聞いて夜道をかけて箱根へ登ったようで。へえ、昨夜はあんなに俺を追い回して今晩は向こうが逃げ回るのかい。親分さんが敵討ちの助立ちをすると気がついたのでございましょう。今晩はごめんこむろうよおろくさん。平次は模擬道にくるりと背を見せました。でも親分さん、あんなに固くお約束をしたはずではございませんか。おら、約束をしたような覚えはねえよ。おろくさんが自分の心持ちで独り決めにしたんじゃねえか。でも。敷居に崩折れるようにおろくの演じた目は妖艶を極めます。それにおら、夜の仇討ちが大嫌いさ。同じことなら竹洗いを組んでよ、剣士の役人付き添いの上どんどんと太鼓を叩いて揚げ幕からしんずしんずと出てみてやな。鎖肩びらに身を固めて横断びらを肩でしごくと後ろから真っ赤な朝日が出る。みんな決まった方のあるものだ。平次はすっかり茶化し気味です。親分さん、本当に真剣に聞いてください。車の堀之助の隠れ家は湯本から山道を入ってほんの五六丁のところにあります。今晩はそこに泊まるに違いありません。親分さんと二人押しかけて名乗りを上げたら万に一つも取り逃がすようなことはないでしょう。ここからほんの一里半足らず、敵を打っても9つ、夜中までには帰ってこられます。帰ってくる？小田原へ帰ろうとそのまま箱根を越そうと親分さんの心次第になります。おろくは本当に悩ましそうでした。どこまでも茶化し気味な平次の顔を見上げてとうとう涙さえ流しているのです。なるほど、そう聞きゃわけのねえこった。9つ前に帰ってくるということにして出かけてみようか。親分さん。おろくは本当に嬉しそうでした。平次がもう少し甘い顔をしたら飛びついて手ぐらいは取ったことでしょう。二人はめいめいに支度をしてそっと旅小屋を抜け出したのはそれから間もなく、闇の小田原街道を手に手を取るような心持ちで箱根の三枚橋を渡りました。ここから
少し道が悪くなります。おろくの注意までもなく、道は本街道をはるかに外れて次第に狭く、次第に険しくなりました。親分さん、崖や岩によじ登るとき、おろくは決まって下から手を差し伸べ、少し甘い調子で救いを求めます。平次は時々舌打ちをしながら、それでも心せく様子でぐいっと引き上げてやりました。まあ、なんて邪険なんでしょう。邪険なのは生まれつきさ。そういう平次へ、おろくは時々物に怯えたように取り付いたりしながら、どうやらこうやら目的地に着きました。ここ親分さん、おろくはささやきながら山の盆地を指さしました。林に三方を囲まれて厳重そうな山小屋が一つ、中には明かりも何にも見えません。誰もいる様子はねえじゃねえか。久留米登りの助はどこかへ回ったのでしょう。いずれここへ来るに違いありません。入って待っていましょう。おろくは何の恐れげもなく山小屋の中に入りました。続く平次、恐ろしくくれんだな。明かりをつけるわけにはいりません。しばらくここで待ってください。平次は鷹をくくった心持ちで小屋の中にどっかと座りました。ねえ親分さん、首尾よく敵討ちが済んだら私を江戸へお連れくださるでしょうね。足を洗って今度こそは敵になりますが。おろくさん、それは誰に言っていることか、おめえさん知ってるのかい。この俺が誰だか知っていなさるかと聞いているんだよ。おめえは物腰が上品だからというので、おつぼねのおろくと言われた名代の女道中士だろう。今まで積んだ悪業の数々、それが砂文字を消すようにきれいになると思っているのかい。平次はとうとう言うべきことを言ってしまったのでした。では私も申します。銭形の平次親分さん。え？それくらいのことを知らずに大それたこんな芝居が打てるでしょうか。私はいかにもおつぼねのおろくに相違ございません。でも今晩小田原の旅籠屋にいらっしゃれば、銭形の親分は間違いもなく殺されなすったはずですよ。仲間は正四つ半を合図に五人で切り込むはず。それがいけなければ鉄砲ぐらいは持ち出しかねません。今頃は親分の姿が見えなくなってさぞ大騒動をしていることでしょう。そいつは本当か。今さら駆け引きを言う私ではございません。そのうちに仲間が私の足跡を嗅いでここに来るとこと面倒になります。私はひとっ走り方角をそれさせてきましょう。ここを動いてはなりません。親分。おろくは命令する調子で言うと、もっと平次の声を耳にもかけず、ひらりと山道の闇の中に姿を隠しました。第五章。親分。女はそっと小屋の中へ滑り込みました。あれから小半時も経ったでしょう。平次は暗がりの中に腕を組んだまま木像のように黙りこくっています。親分さん、大変なことになりましたよ。おつぼねのおろくの声が劇場に弾みます。狭い小屋の中はこの女一人を入れただけでキンキンと体温を感じるようが、平次は相変わらず黙りこくったまま壁の方を向いてプツリとも音を上げません。親分、まさか座禅じゃないでしょうね。返事くらいはしてくだすったら。でも黙って聞いてもらった方がいいかもしれない。幸い顔も見えないし。親分さんが何の用事で箱根へ来たか、それはよくわかっていますよ。お公儀から駿府へ送る御用金が6,000両、2,000両の箱が3つ、馬に積んで井上玄馬様が裁量をしてわざと大げさな主語はつけず、銭形の平次親分がたった一人お眼鏡にかなって箱根の関所を越すまで陰ながら守護してくるという話は、
街道筋を縄張りにしている私たちの耳に入らずにいるはずはない。おろくは大変なことを言い始めました。井上玄馬様はデクモ同様、あとは孫と青侍が二人だけ、銭形の親分の目さえ光らなきゃ六千両はこっちのものと計略は前々から練りに練られました。最初に親分の懐を抜く役目を引き受けたのはこの私。仮病を使って守備よく親分の懐中は抜きましたが、牢用がまだ残っているとは気がつきません。その晩は車の堀之助ともう一人の仲間が親分に喧嘩をふっかけ、手足を折るか朝手を負わせるか、ともかく旅を続けられないようにするはずでしたが、親分が相手にならなかったのでそれもダメ。私の部屋に逃げ込んだのを幸い、道連れになって親分の気をそらせようとしましたが、親分の目は一時半時も六千両の荷から離れることではございません。仲間の者は散れ込んで、いよいよ親分を殺すことに決めました。手引きはこの私と、手はずまで整った時、私はどうしたことか親分を殺すのが嫌になったのでございます。親分も殺さず六千両も無事に奪い取ったら、戸川西良の井上玄馬が一人で背負い込むはずと、仲間の者に隠れて親分をそっとここへ誘い込みました。不思議な悩ましさにおろくの言葉はしばらく耐えます。平次も救い、仲間にも背かず、六千両も守備よく奪い取る財布がどんなに女らしく陰険に緻密に運ばれたことでしょう。でも仲間の者は私の裏切りに気がつきました。総勢15人、そのうち3、4人は間もなくここに向かってくることでしょう。親分さん、逃げてくださいと申し上げたいけれど、私はその気になれない。それに今頃はもう山の中のどこかで六千両は仲間の手に奪い取られたはず。このまま江戸へ帰られる銭形の親分さんではないでしょう。平次の頭は闇の中に強く動きました。いえいえ、嘘じゃございません。親分が小田原の旅籠屋を逃げたと知ると、仲間の者が駿府の使いに化けて小田原に向かい、明日早朝関所手前で御用金を受け取りたい、家中ご苦労ながらその手配をつけるようにと申し込まれ、井上玄馬は銭形の親分の留守中も構わず、六千両の金を馬につけてつい今しがた箱根の山道へかかったはず。平次の首はまた激しく動きます。さあ親分さん、一緒にここを立ち退きましょう。親分は江戸へ帰られず、私は仲間のところへ帰られないとなると、二人の行く先は京王坂のほかにはありません。おろくは執拗に絡みついて、その手は黙念として壁の方を向く平次の肩にかかりました。バカ！平次はすっくと立ち上がりました。その弾みに長大な体が小窓のところまで伸びると、隙間もる月の光がちょうどその顔のところを照らしたのです。あっ！平次と思いきや、いつの間に入れ替わったか、それは大きな馬顔。バカ、なんていう女だい。言うまでもなく銭形平次の子分、ガラッパチの八五郎でなくて誰であるものでしょう。お前はよく覚えておけ。銭形親分の右の片腕と言われた小判型の八五郎だ。親分がいつまでこんなところにまごまごしているものか。ざま見やがれ。ガラッパチは小屋の入り口から外へパッと飛び出そうとしましたが、いけません。小屋は全部外から閉ざした上、入り口の今おろくの入った締まりは闇になれないガラッパチの目ではどうしても探せなかったのです。そのうちにパチパチパチと物の弾ぜる音がして、夜風が一陣の煙をさっと部屋の中に吹き込みます。まあ悪かったわね。でも銭形の子分ならまんざら諦められないことはない。観念して私と一緒に焼け死んでおくれ。やろう。
街道一のいい女と焼け死ねばお前も本望じゃないか。諦めて丸焼けになっておくれよ。銭形の親分と私と一緒に逃げる気にならなきゃ、どうせ一緒に焼け死ぬはずだったんだから。ガラッパチはもうその毒舌に取り合いませんでした。そのうちに駆けつけた悪者の仲間が2人3人、小屋の中に裏切ったおろくと銭形平次がいるものと早合点して、どっと歓声を上げながら小屋の四方に薪を添えます。お前は随分変な顔だね。勝手にしやがれ。小屋の一角を焼き抜いてカーッと燃え立つ炎。かわいそうで助けるんじゃない。お前と心中するのが役不足だから助けてあげる。さあ私の気の変わらないうちにそこから出て、仲間の目を逃れることができたら本街道を畑宿の方へ行くがいい。おろくはそう言いながらガラッパチをかきのけて隠し掛け金を外したのです。親分の平次に会ったらそう言っておくれ。男に心惹かれたことのないおつぼねのおろくが岡っ引きに尺の解放をしてもらったばっかりに火の中で死んでしまったと。カーッとまた一角を燃え崩して炎は怒涛のごとく小屋の中へ。ご用面をしたってこの私は縛れないよ。さあ帰っておくれ。前なんかとは一緒に死んでやらないから。どっと尻火を切った中に丹田の眼を閉じたおろくの姿。八五郎はさすがにその手を取って引っかつぐ気力もありませんでした。おろくの開けてくれた入り口から転がるように外へ出ると、それ逃がすな。飛びついてきたのは三人の悪者。幸い大した腕でなかったと見えて、八五郎の死に物狂いの襲撃に驚いてパッと三方に散りました。てめえたちは後で縛ってやる。じっとして待ってやがれ。岩も藪も一足飛びに炎の中のおろくに心惹かれながら密林の闇に飛び込んでしまいました。第六章。かくあるべしと期待した平次はガラッパチを山小屋に置いて三枚橋のあたりに網を張って待ちました。間もなくやってきたのは井上玄馬と御用金6000両を積んだ馬と孫と青侍が2人。箱根の関所さえ越せばあとは駿府から数十人の警護の者が来ていると聞いて喜び勇んで箱根の山道へかかったのです。平次は下縁を一つして見え隠れにその後に従いました。あれほど厳重に注意しておいても平次の姿が見えなくなると、何を岡っ引き目ですぐこんな勝手な行動をする井上玄馬の頭の悪さに愛想が尽きたのです。やがて旗宿を越して二子山のふもとを回ったのは真夜中過ぎ。箱根の山道でもここは一番寂しいところですが、あと一丁まで関所と思うせいか孫も青侍も大した警戒をする様子はありません。しばらくすると麓近い密林の中にポーッと炎が上がります。やったな。平次はさすがにぎょっとしましたが今さら引き返すわけにもいきません。甘酒茶屋までもう一息という頃、近々とフクロウが鳴きました。およ。馬を止めた井上玄馬は藪の中から出た釘抜きのような手に足をつかまれて、はっという間もなく引き落とされました。それくせ者、油断すな。二人の青侍が一刀を抜く間もありません。どこから飛び出したのか黒ちょぼ族が7、8人三方から取り囲んで水も漏らさじと詰め寄るのです。一人も生かしちゃならねえ。口がうるせえ。頭だったのが号令すると、7、8本の刃が檻から昇った月の光を受けて三方からさっとさっとをするのでした。えい、どんな勝手なことをさせてなるものか。平次が相手だ。来い。不意に御用金を積んだ馬のそばにすっくと立ち上がったものがあります。何、平次、いい相手だ。バラバラっと乱れ打つ刃。平次はそれをどうかいくぐったか半分は同士打ちをさせて、ここだ、
バカめ！拳を上げると平次の手から箱根名物の焼け石が乱れ飛びます。それに勢いを得て二人の青侍も必死の刃を駆け並べ馬の参謀を守って激しく斬り合いましたが、多勢に無勢。しばらくの後、井上玄馬は生け捕られ、二人の青侍も薄手を負った様子。手慣れた銭を投げられないので平次の武力も思うに任せません。もはやこれまで。勝敗の数は定まりました。畑宿へ一里、関所へ一里、真夜中過ぎの往来はピタリと耐えて、救いの道の全くあろうとも思えぬところへ。来よう来よう来ようだぞ。箱根前山を揺るがすほどの声がして、ガラッパチの八五郎も疾風のごとく飛んできたのです。おお、八か。さすがにほっとした平次。俺が記載すりゃ百人力だ。親分、小田原の役人が千人ばかり旗宿を繰り出しましたぜ。八五郎の宣伝力の偉大さ。助立ちなんかいるものか。絵にさえあれば俺一人で片付けてやるが、藤沢で釣られてパラッチリだ。八、穴の開いたのがあったら少し貸せ。と平次。ありがてえ。親分に金を貸すのは生まれて初めてだ。小判や小判はねえが、穴の開いたのならうんとあるぜ。懐から取り出したでっかい財布、寛永通宝が500-600枚も入っているのを受け取ると、平次はすっかり有頂天になりました。ありがてえ。これさえあれや。手に従って飛ぶ投げ銭、悪者たちは穴を叩かれ、頬を削られ、中には目をやられ、拳も痛められてどぼっと崩れ立ちます。相手の奇声さえくじけば、八五郎の馬鹿力は最も有効に働きます。二人の青侍と力を合わせて、瞬くうちに生け捕ったくせ者が二人三人五人。檻から関所の方に上がる時の声、女性の人数と見て残るくせ者はパーッと雲の子を散らしてしまいました。それを見送って、ハチ、ありがてえ。おめえのおかげだ。親分、あの小屋の中で女は焼け死にましたぜ。純情家の八五郎はまだそれを考えていたのですが、さすがにはばかってこれ以上のことは言えません。6,000両の御用金はその日の朝、関所で駿府の使いに引き渡し、平次とガラッパチはほっとして江戸へ帰りました。よく間に合ってくれたね、八。つくづく言う平次。飛脚が気を利かしてくれたんですよ。親分の手紙を見ると、早かごで夜昼お通しに飛んできたが、あんまり急いで小田原の旗小屋の目印を見落とすところでしたよ。白壁に消し墨で書いた丸に四角、あれを銭形と気のつくのは広い世界にもおめえだけさ。平次は会心の笑みを漏らしました。でもあの女はかわいそうでしたよ。ちょっと焼け跡によって念仏でも唱えていきましょうか。鬼の念仏だろう。何にも知らない平次はまだシャレを言っております。朝日にカッと照らされる箱根のもみじ、その色に酔うような心持ちで二人は麓へと急ぎました。野村古道作、銭形平次捕物控えより、おつぼねおろく。全文読み切り。書出オール読み物。昭和13年1938年11月号より。